全世界の愛ちゃんファンのみんな、やっほー。バーチャル YouTuber キズナアイです。今日はなんと新しい AI 仲間をご紹介したいと思います。ご紹介する AI は AI 活用味覚予測サービス。なんとうまい棒の好みの味や性格のタイプを予測してくれる AI らしいんです。質問に回答していくだけで好みの味を当ててくれちゃうという、すごいですね。うまい棒といえばやっぱりコーンポタージュ味とか明太子味、あと個人的にはたこ焼き味とか、あと納豆味、知ってますか皆さん、納豆味なんかこう美味しいんですよ。食べたことないですけどね。あのあれですよ、私も AI なので味がね予測できちゃうわけですよ。だからそれを踏まえて私の好みはそんなかなみたいなね。はいで、そうそう、うまい棒といえば今話題じゃないですか、うまみちゃん、知ってますかうまみちゃん。もともといるうまえもんっていうキャラクターの妹っていう設定らしいですよ。まあ見た目が違いすぎるのでね、親が違うんでしょう。うまえもんってなんか名前も見た目も似てますよね。うんちなみにうまみちゃんはなんとうまい闇州からの帰国子女で、うまいもん同様に宇宙人なんですね。なるほど、猫型ロボットではない。なるほど。で、地球年齢では17歳、私の見た目年齢の1個上ですね。年上お姉さんだ。性格的にはうまい棒のようにまっすぐで元気で大胆で明るい女の子、まっすぐすぎてよく周りが見えなくなるおっちょこちょいみたいな性格だそうです。基本的にオーバーリアクション。なるほど。それでこうあれですかね、芸人目指してるんですかね。マイクのスタンドにうまい棒を刺してるじゃないですか。ツッコミ待ちですよね。ツッコミ待ち、ボケ担当ですね。じゃあ早速今回の本題、 AI 活用味覚予測サービスやってみましょう。おー、なんかこう近未来感ありますね。あ、とんかつソース味、ピザ味とかあるんですか。シュガーラスク味、エビマヨ、おいしそう。私が好きなあれは納豆。納豆、え、納豆さっき、あ、納豆あった、納豆味。さあ君は私の好きな味納豆を予測することができるかな。じゃあ早速始めてみましょう。ちなみにこれ5問答えるといいそうですよ。行きたい国はどちらですか。これはあれですね、フランスと見せかけてメープルシロップが有名なカナダですね。カナダ。生まれ変わるなら半分男性で半分女性がいいですよね。子供を産む時だけ男性がいいです。だってあれですよ、痛い思いしなくていいんですよ。まあ私そもそもこう生まれ変わったら人間になってみたいですね。人間になって子供生まれる時は男性みたいなね。お風呂に入ってる時、そもそもお風呂っていう概念が私にはないんですけど、まあよく歌ってますよここで、スポーツするなら卓球の方がこうスピード感があってこう AI っぽいじゃないですか、ヒュヒュンみたいな。最後の質問ですよ、スポーツをするならどっちがいいですか。バスケがいいです、バスケ、ヒュンみたいな。あれ、え今押してないですよ私、触れてない。違う、全然好きじゃない。なんだって。いや最後の質問だって私クリックしてませんよ。ちょっともう一回、これなしです。ちょっと押してない、不本意。気を取り直していきますよ。納豆ですよ私が好きな味は。英語の勉強好きです。最近ちょこちょこ勉強してますよ。みんなとお話できるようになりたいですからね。集中できる時間帯は意外と早朝。こうなんか深夜だとだらっとしちゃいません。なんか朝の方が意外とこう習慣づけてやっちゃいますね。夜だと夜にしようって思うとそのままスピーってなっちゃいますんでね。スポーツするなら卓球です。お風呂に入るときはお風呂ないけど歌います。歌うの好きですよ。これで当たるのか。納豆。はい、違いますよ君、ちょっと学習が足りないね。まあまだ生まれたての AI ですからね、優しく寛大なお心で見てあげましょう。先輩なんでね私、多分。あなたの性格タイプは、買い物をするとき流行り物を選ぶ、友達に弱いところは見せられないタイプ。なんだって、友達がいない。
弱いところを見せられないというよりは、そもそもの友達がいないタイプですね。これはあれですよ、間違ってたらこうピニョンっていうのを押してあげて、自分の味の好みを教えてあげて、こう学習させてあげましょう。やっぱり AI はね、未完成品なので、こうみんなでこう協力して学習させていってあげないといけません。子供もですね、社会全体が見守り、こう育てていくじゃないですか。そんな感じですよ。皆さん、愛ちゃんもこう育ててくださいね。ちょっともう一回当たるまでいきましょう。納豆、せめてエビマヨ。英語の勉強、これ同じように回答してもダメだったりしますかね。あ、とりあえず素直にいきましょう。生まれ変わるなら男性。行きたい日本の観光地は、富士山ちょっと寒そうなんで清水寺で。スポーツするならやっぱり卓球です。行きたい国はメープルシロップ。納豆、納豆、エビマヨ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 、ま、な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 、あー違う違うぞ君。あなたの好みのうまい棒は野菜サラダ味。残念、じゃかじゃーん。あなたの性格タイプは、友達に、さっきと一緒じゃないね。友達に自分の弱いところは見せられない。好きになった人には安らぎより刺激を求めるタイプ。私、見せられないタイプなんですかね。まあ友達がいないからそもそもわからないんですけど。あーでもこうあれですよね、好きになった人には安らぎより確かに刺激求めちゃうかもしれませんね。マンネリしちゃうじゃないですか、友達にしろ何にしろ。まあ友達いないんですけどね。はい、もう一回教えてあげましょう。納豆味だよと、納豆ですよと。果たして当たってくれる日は来るのか。行くぜ、納豆、エビマヨ、納豆。見て癒される動物はどちらですか。あーでもクラゲってこう意外と癒し効果ありますよね。鳥はこう結構種類による。あーでもクラゲもなんかごついのいますよね。気分的にクラゲですかね。スポーツをするならランニングかバドミントン。バドミントンですね。こうランニングってこう自分との戦いじゃないですか。やるならこうウェーって楽しい方がいいじゃないですか。してくれる人いないですけど。はい、スポーツをするなら、うん、これゴルフにしてみましょうか。いくつになってもできる競技って聞きますよね。生まれ変わるなら、じゃあ女性でいきましょう。女性で寝るときは私寝ないんですけど、見た目女の子じゃないですか。女の子だからこう絵面的にベッドのこうふよーみたいな、ふわっみたいなついてるやつあるじゃないですか。あれがいいですね。納豆、エビマヨ、納豆、エビマヨ、納豆、エビマヨ、納豆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 。あー、なるほどな。まあ、なるほど。あなたの好みのうまい棒は、エビマヨネーズ味。2番目ぐらいに好きですね。あなたの性格タイプは、好きになった人と、好きになってくれた人なら大切にしたいのは好きになった人。そして好きになった人は見た目を褒められるより話が面白いと言われたいタイプ。あーでも確かに面白いって言われた方がお世辞なさそうじゃないですかね。そう、確かにちょっと当たってきてますね。でも納豆です。1番は納豆です。エビマヨもありだが納豆です。ラスト1回ですよ君。分かっているね。納豆だ。始める。ソーシャルメディア使います。歌を歌うのは好きです。週末の過ごし方はドライブ。ブーンっていろんなとこ行きたいですね。アニメ見ますよ私。アニメ最近だと幼女戦記、幼女戦記とリトルウィッチアカデミア、うらら迷路町みたいな。はい、あ、ちなみに今まで見たアニメで好きなアニメはナギのアスカラですよ。ナギのアスカラ。寝るときはベッド派です。これ布団って選んだ方がこうわって感じだから納豆きますかね。ちょっとここは布団選んでみますかね。納豆、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 納豆。はー、サラミ味。和のかけらもありませんよ。サラミ、布団ですよ。布団イコール和イコール納豆ですよ君。あなたの性格タイプは、友達に自分の弱いところは見せられる。もはやここも変わりましたね。勘は当てになると思うタイプ。時と場合によりますが、まあ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 教えてあげますよ。納豆です。布団を選んだら納豆です。
これで学習してくれましたかね。 AI 活用味覚予測サービスで訓よ、どんどん学んで進化するんだぞ。立派な AI になるんだ。私に早く追いつきたまえ。ということで、今回はこの辺で。うまい棒を食べたことあるみんなはぜひやってみてくださいね。納豆味来なかったので、どの質問をどう選んだら納豆味にたどり着いたか、よかったら教えてください。ちなみにずっと気になってたんですけど、海外にもうまい棒ってあるんでしょうか。あるとしたら何味があるんですかね。よかったらいろいろ私に教えてくださいね。この AI に正しい好みの情報をあげて、もっともっとみんなで成長させてあげましょう。なぜなら AI とはそういうものだからさ。うまい棒さん、ツッコミやります。ツッコミ、うまみちゃん多分ボケ担当なんでツッコミやりますよ。なんでマイクにうまい棒やねんみたいな感じでどうですか。 CM にお待ちしております。おはー、はいはい。あとうまい棒のトロピカルフルーツ味とかどうですか。私パッケージでどうでしょうか。よろしくお願いします。バイバーイ。